はいはい、皆様おはようございます。あの、ちょっと韓国がですね、これ異例の決断を下しました。ちょっと朝からごめんね。韓国軍がですね、韓国がですね、まあ、自衛隊に対してですね、異例の決断を下したようでございます。あまりにもですね、北朝鮮の脅威、まあ、さっきの動画でも伝えたんだけれども、北朝鮮の脅威がでかすぎて、もうね、あのね、日本の力を借りないと、自衛隊の力を借りないと、韓国の領土をもう守れないかもしれないと言わんがばかりのですね、決断を下しました。どうもやめなばんさんでございます。これね、異例中の異例の決断でどういうことかっていうと、韓国国会の承認を得なくた も韓国の国会の承認を得なくても、自衛隊さん、自衛隊さん、日本の自衛隊さんと、韓国の領土内にあるですね、米軍基地を自由に使ってもらっても構わないと、もういちいち国会の承認なんかいませんね。えー、時の政権ね、韓国の時の政権、今であれば、あの、 ユン政権ですよね。ユン政権が決断を下せばですね、もう日本の自衛隊は韓国の国内にある米軍基地をですね、自由に使ってもらっても構わないと言わんがばかりのですね、これ発表いたしました。これもう異例中の異例だからね、これ。これ、っみんな覚えてますこれ、ちょっと数年前までですね、これレーダー照射事件なんかにもね、これ、えー、代表されるようにですね、日本と韓国ってもうね、戦争するんじゃないのかと言われていた状況だったんですよ。これ、これ、これなんでさ、韓国はですね、もう悪意のあるですね、これ画像の加工をやってですね、え、自衛隊の悪ら、自衛隊はあ でであると言わんがばかりにに世界に発信をしていたんですよこれレーダー照射事件なんてあれ本当に、あのなんだろう、レーダー照射なんてさ、もうなんか、ロシアがウクライナにするかの、よしているようなですね、ことですからね。信じられないくらいのこの暴挙をですね、韓国軍は日本の自衛隊についてやっていたわけでございますよ。しかもね、それだけではなくてですね、安倍政権の時代にはですね、これこんなこともあったんですよ。これどこかで書いてる、すごいこと書いてあったんだけど、あ、そうそうそう,そう、あのね、例えばね、あの、ムンジェイン政権の頃ですよ、あの日本のことが大嫌いなあのクソムンジェインですよね、映、え、画、ー、ですね、 もしね、北朝鮮が韓国にミサイルを撃ちまくってきたら、それは全然想定できる状況じゃないですか。北朝鮮が韓国に撃ちまくってきたら、当然韓国の中にいる日本人を避難させたいんだと安倍さんが言うわけですよねえ。韓国にいる日本人を日本に撤収させる訓練をしたいんだという形をですね、ムンジェイン政権に提案をしたんですよ。そんなの日本人の命を守る上では当たり前のことでしょう受け入れて当たり前じゃないですか。しかしムンジェインはこれを断るんですよね。明日は戦争が起こるかもしれないという危機感をむしろ高めてしまううじゃないかという形で拒否をしたと、ねえ。日本の自衛隊がですね、あの、 韓国国内のですね、あの、基地を使ったりとかしたらですね、あの、北朝鮮がですね、ね、えー、なんか、な、のな,なんの多いと韓国と、日本と一緒に北朝鮮に攻めてくるつもりか、と、そんな感じが絶対するわけないんだけれども、えー、そういうですね、懸念がですね、高まってしまうじゃないかっていう形で、えー、日本の自衛隊のですね、これ、法人のですね、救出の作戦のね、訓練をですね、なんと拒否をするという異常な事態だったんですよ。それが数年前までの韓国と日本との距離だったんだけれども、韓国が急激に今日本に近づいてきていますね。これはね、どう考えてもこれなのよ。 北朝鮮のね、脅威がですね、あまりにもでかすぎるんですよ。だからね、これね、あの、北朝鮮の脅威がでかいのを、えー、でかい脅威をですね、えー、韓国で留めておくっていうのは日本にとってもね、利益がありますから、これありがたい申し出ではあるんだけどね、やっ,ぱりやっぱりね、さっきの動画でも伝えた通りですね、これ北朝鮮の動きはもうあまりにも異常なんですよ。と整理をしてみていくと、今年の頭にですね、金正恩がですね、韓国はですね、えー、ね、北朝鮮のですね、第一の敵国であるという形を定めてですね、これ憲法にまで書いちゃったでしょ。ね。そしてこの間道路を爆破したっていう状況があったじゃないですか。で、それ,それに加えてですね、さっきの動画でも言う 言った通りですね、わ、ね、かるでしょうロシアにですね、ロシアにですね、はい、えー、ブリアード特別大隊ですね、えー、ロシアにですね、北朝鮮がね、兵を派兵しましたよね。で、マスコミによってはですね、3000人とも言われていますし、読売新聞は1万人レベルでですね、えー、北朝鮮の兵士がですね、ロシアに入っているっていう報道があったじゃないですか。こんな感じで、もう戦争の最前線、戦争の最前線でですね、あの、北朝鮮兵はですね、まあ、まあ、鍛えようとしてるわけですよ。 金正恩がね。これやばいでしょね。そしてですね、これを見たゼレンスキーがですね、ふざけるなと。ゼレンスキーもですね、これね、せっかくロシアが弱まってきてるのに、そこに北朝鮮の兵士が加わってきたらですね、またロシアが内からを盛り返してしまうじゃないかということをですね、全世界に向けてゼレンスキーが発表するわけですよ。ね。そしてですね、これを聞いたので、実際ね、この北朝鮮の派兵っていうのはですね、これ呼び水になってるのよ、これの。 うん。ゼレンスキーがね、ね、昨日ですね、ね、なんとですね、え、俺たちウクライナは、ロシアに勝てるんだ。この計画をですね、あの、NATO も含めて、世界各国が実行してくれれば、2025年までに、つまりあと2、あと2ヶ月とかでですね、え、この戦争を終結することができるんだという風ので、ね、え、ぶち上げる状況になりましたよね。で、これはね、かなりウクライナにとってですね、都合のいい計画でございますから、いやどうなのーっていうところはあるんだけれども、まあ、これにね、ロシアは発表してるんだけれども、これの呼び道になるのがですね、このね、北朝鮮の動きだったわけでございますよ。でね、これね、NATO もですね、 これ北朝鮮の動きやばいぞって懸念を表明しています。それほどの北朝鮮の動きなんですよ。ちょっとこれ読んでみるよ。これね、ついさっきの記事ですよ。ね、北朝鮮がですね、このロシア・ウクライナ戦線に参加とウクライナが非難をしている。で、NATO はですね、これね、未確認だけれども懸念を表明するという状況になっていると。で、国連もこれ懸念表明しているでしょう。やばいんですよ、北朝鮮の今の動きね。いきますよ、えー。ウクライナのゼレンスキー大統領は16日、えー、議会で演説をして、えー、ロシアによるウクライナ侵攻に事実上、北朝鮮が参加をしているじゃないかと述べました。 これ結構世界に激震走るんですよ。ね。え、ゼレンスキーは、えー、国内の情報機関が北朝鮮からロシアへのえ武器と人員の供給を確認したと発、発言をしました。え、我々のですね、情報機関の記録によると、北朝鮮からロシアに移送されているのは武器だけではない。え、人員も移送されているとして、え、こうした人員は戦争で死んだロシア人に代わって、ロシアの工場で働く作業員であるとね。そしてですね、ロシア軍のために働く人員であると、実際ウクライナに対する戦争に、もう一つの国がロシア側として参戦していることになるじゃないかと述べました。ね これはね、緩和できんよね。ねロシアは単独でね、ウクライナに攻めて込んできている。というところがあったから、NATO もですね、動ききれなかった。世界も動ききれなかったんだけれども、北朝鮮が堂々とですね、ロシアの支援を始めたってなったら、これ話は変わってくるからね。ゼレンスキーの怒りもそはわかるわな。ねもう痩せたな、ゼレンスキー。大丈夫か、うん でですね、え、どこだっけえ、ゼレンスキー氏はですね、え、13日、北朝鮮がロシア軍に人員を派遣していると批判を、批判をしましたが、ロシア、ロシア政府はですね、フェイクニュースであると否定、として否定をしていると。でもね、このロシア政府のフェイクニュースっていう否定、これこそがフェイクニュースだったともう今、今となっては分かりましたよね。はい、ウクライナのですね、シビバ外務大臣は、北朝鮮の関与は、え、関係、緊張激化の大きな脅威であるとして、同盟国に断固たる対応を要求しました。我々は戦争の新たな段階、新たな現実に近づいているんだと述べました。 えー、NATO のですね、ルッテ事務総長は、北朝鮮兵士がウクライナでの戦闘に参加をしているという報道を確認できていないとしつつも懸念されるという認識を示しましたという形で、ついに NATO もですね、はい、北朝鮮を見始めてるんですよ。この状況なんですよ、今。で、この状況だからこそ、このままではまずいと、韓国はまずいと、ね、判断をしてですね、自衛隊にですね、もっともっとですね、このね、韓国防衛に参加をしてもらおうという形でですね、この異例の決断を下したんですよ。 いやあ、いや、これね、あの、自衛隊からしたらですね、これね、日本人からしたら、おい、巻き込むんじゃねえよ、このという声がね、これ上がるかもしれないんだけれども、いや、これ韓国を守ることはですね、これ日本の国益にもね、しすぎますからね、これ。韓国に万が一の時があったこと、あったら、次、間違いなく1億日本だからね。 日本だからね。何回も僕ずっと前から言ってたでしょ。韓国には北朝鮮からの盾になってもらわなきゃいけないんですよ。そこにはですね、日本の支援は当然あるべきなんですよ。で、その支援をしやすいような形をですね、韓国政府が整えつつあるんですよ。で、に、北朝鮮はね、もう間違いなくこの状況から言ったらですね、暴発をしますから、ね、ね。で、これ、これは事実上の韓国政府による戦争準備なんですよ。 はい。これがね、夜中に突然流れ込んできたから、もう多い時にみんなにお伝えしたいと思って動画を作ってますわ。というわけでですね、この衝撃の記事いきますか。自衛隊一時受け入れ、国会同意は不要。これを韓国政府が言ったんだよ。韓国政府が、え、初見解でございます。何度も言います。今まで自衛隊機をですね、韓国の領土に入れるのは、もう韓国国民のですね、これ不満がで、あのね、高まりまくっちゃうから、政権としてはとても言えなかったんだけど、もうね、それどころじゃなくなってきてるという話なんです。 もうそれどころじゃないのよ、この赤い繋がりは。ね俺が早い段階でこれやべえぞやべえぞって言っの間違いじゃなかったでしょね行きますね、行きますね。 はい。えー、北朝鮮の軍事的な脅威の高まりから、日米韓三カ国の安全保障協力を深めようじゃないかという話でございます。いきますね。韓国の国防省は16日までに自衛隊の航空機が米軍の輸送支援のために在韓の米軍基地をですね、一時的に使用する場合、国会の同意は不要であるという見解を明らかにしました。ね。韓国政府の承認だけで自衛隊はですね、自由にですね、韓国、えー、韓国の国内にあるですね、米軍基地を使用できるとの法的解釈を初めて示すんです。 本当にこれ歴史上初めてだよ、こんなの。 それほど韓国は今追い込まれてます。韓国では歴史的な経緯から自衛隊機を受け入れることへの根強いですね、これ反対があるんですよ。で、北朝鮮がですね、軍事的な脅威を高めておりまして、日米韓三角区の安全保障協力を深める狙いもあると見られます。えー、国防総省はですね、国防省は国会に提出をした野党議員の質問に対する答弁書で、自衛隊の在韓米軍基地使用のための一時的な侵入は憲法60、憲法60条2項に明示をされた韓国領土内の中流に該当しないため、 国会同意事項ではないと明示,明示をしましたね。これが衝撃なんだよね。はい、同省の報道官は日本経済。新聞の取材に自衛隊だけではなく、全ての外国軍隊の訓練交流などいかなる目的の一時的な朝鮮半島侵入も韓国政府の同意なしには不可能であると指摘。その上で在韓米軍基地使用のための一時的な侵入は国会の同意事項ではないとね。野党がどんだけ言おうともね。韓国を守りたい韓国政府与党のですね。決断だけでできるんだということをですね。言ったんですよ。政府。 認事項で,あると答えましたでねこれがですね自衛隊の使用がですね想定される、えー、在韓米軍基地でございますよね全部で4つだね重要なのは多分ねこれソウルの4さんだろうなこれね ね。あ、でも、あれかな。えー、おさんかなこれ、空軍基地もありますからね。うどうだろうねわかんないね。はい、政府のですね、質問した、えー、革新系野党、共に民主党のですね、本議論議員は、えー、国防省の回答について、初めての解釈であるという認識を示しました。韓国国会で180以上の議席を占める、えー、共に民主党など、えー、革新系の野党は、自衛隊の朝鮮半島侵入は、不可能であるとの立場を堅持してると。でも、ね、これはですね、北朝鮮に利することになるんだよね。 自衛隊がもし韓国に行くとしたらですね、それはあの、韓国の国内のですね、日本人を助けるか、もしくは韓国軍の支援。これ間違いないからね。間違いないからね。で、これを邪魔することはね、韓国国民を殺すことにもなるんですよ。ね。だから野党の決断は関係ないって韓国政府は言ったんですよ。これ本当にすごい話だからね、これ。<laughs> ね、え、えー、自衛隊の朝鮮半島の侵入は不可能との立場を堅持している。今後ですね、自衛隊の受け入れを含め、これ野党の話ね、自衛隊の受け入れを含め、日本との安保協力に積極的な、ユン政権の立場をですね、政治的な争点に持ち込もうとする可能性があると。あるんだけれども、これ野党の、ね、作戦ね。 でもこれは、韓国国民をですね、殺してしまうようなね、あの話になりかねないから、多分ユン政権はね、これ譲らないと思いますよ。自衛隊さん、何本でも使ってくださいというこの立場、多分譲らないと思うよ、ユンさんは。ね。これ岸田がですね、ここまで持ってったんだよ、関係は。素晴らしいよね。日本政府はですね、在留邦人救出のため、自衛隊機が一時的に在韓米軍基地に離発着できることを期待する向きもあるんですと。2022年に有事における在韓法人救出をめぐって、自衛隊法を改正して、現地に派遣する要件を見直しました。危険回避 のですね。対策を講じることでえ、救出活動をできるようにしたわけでございますよ。そしてですね。自衛隊と韓国軍のえ、退避協力も実在実例をですね積み重ねてきたんですえ、2023年に発生をしたスーダンの内戦では、法人の対比に韓国側が車両を提供してですね。はい、イスラエルとイスラム組織ハマスが衝突した際には、日本と韓国が互いに相手国の民間人をですね輸送機に搭乗させ、イスラエルから退避をさせましたよね。そう、徐々に徐々にねえ、日本のですね。自衛隊と韓国軍というのはですね。連携が取れるような状況になってきてるんですよ。 で、え、岸田文雄前首相とユン大統領はですね、9月にソウルで会談をした際、第三国からの退避協力に関する覚書を結びました。この覚書というのはですね、危機管理手順の経験や経験の共有や、そしてですね、避難計画などの情報交換を定めておりまして、領事部門や現地の大使館の連携が深まる見通しであると。日本側はですね、過去に有事の退避訓練を韓国側に提案をして阻まれていたという経緯があるんですよ。そうここ数年韓国との仲めちゃくちゃ仲悪かったからね。韓国のムン・ジェイン政権の でさね、あのムンジェイン全大統領がえ5月に公開をした。回顧録によると北朝鮮が弾道ミサイルを相次いで発射をした。17年の日米韓首脳会談でですね当時の安倍晋三首相が韓国にいる日本人を日本に撤収させる訓練をしたいんだという提案をしましたと。とで、これ安倍さんちは当然でございます。もんね。でただね。これをねムンさんはですね。明日戦争が起こるかもしれないという危機感を。むしろ高めてしまうじゃないかというね。拒否をする状況だったんですよ。考えられるんでしょうね。一方ですね。在韓米軍は？ 韓国、韓国の国防省や、え、アメリカの国防省と協力をしてですね、有事に備えて軍人の家族やですね、あ軍人の家族や、え、軍務員など、非戦闘要員などを脱出させる訓練の一つ、NEO をですね、定期的に実施をします。この NEO をですね、え、アメリカ軍の家族など、え、民間人の支援者を選抜して、韓国のですね、これ、ウサンかなのですね、え、在韓米軍基地から、え、軍用機をですね、利用して、え、日本のですね、在、え、在日米軍基地に収容する方式で推進、18年にはですね、え、在日米軍基地を ですね、へて、え、アメリカ本土まで避難する訓練をしたというお話でございますね。 はい、ということで、これ、この地図をよく覚えておいた方がいいかも。実際、北朝鮮はですね、多分ね、ガチで暴発すると思います。どう考えてもその準備をしてるとしか思えないもん。で、そうなった場合、韓国の国内で,ですね、自衛隊が派遣をされてですね、いろんなことをお手伝いすることになると思うんだよね。その場合ですね、この、この、ね、韓国国内にある米軍基地に間違いなく派遣をされてきて、この地図をですね、何度も何度も目にする事態になると思います。そんなことにが来てほしくないけれども、もうね、俺、アホのね、北朝鮮次第だからね、何度も言えんところはあるんだけどね。まあ、間違いなくでもこいつらは暴発するよね。はいということ ということでですね、これね、あまりにもですね、これね、北朝鮮の動きはですね、やばすぎます。やばすぎます。国連ですら懸念をですね、発表するくらいのやばさでございます。ゼレンスキーも怒り浸透でございます。この、あの、北朝鮮軍がですね、戦争の経験を伴ってですね、東アジアに帰ってくるんですよ。 絶対に暴発するから。で、その時に盾になってもらうのは韓国でございます。その韓国に対する自衛隊の支援があって叱るべきだと思います。ね。そしてそのね、に自衛隊の支援をですね、韓国は受け入れると発表したようなもんなんですよ、今回。だから俺ビビっちゃって今ここ動画を作っとるんですわ。はい。えー、ということでですね、これね、いち早く皆さんにお届けしたくらい動画を作りました。これ韓国から、ね、ですね、今後ね、異例の発表は盾続けに起こると思いますので、またシンボリックなですね、ニュースがあったら皆さんにお届けしたいなと思いますので、もしよればチャンネル登録お願いします。というわけで熊さんの動画を終わりたいと思います。いやー、状況 変わりましたな。変わったね、本当に。うわーびっくりだわ、これ本当もう岸田政権がですね、これ一生懸命韓国との関係をね、立て直していた。これはもう大正解だったね。ほんとね。韓国単独ではもう多分ですね、北朝鮮にはもう対抗できません。だ,だってさ、北朝鮮が動いたら、間違いなくロシアが動くんだから。韓国を一国でこれ抑え込まれると思う絶対無理よ。 これね、韓国には申し訳ないけど、これね、韓国のね、領土で、の中をね、戦場にしてでもですね、これ、日本の盾になってもらわないとですね、やばいよ。韓国をね、貫通されたら、韓国を貫かれたら、次は日本の領土が戦場になるからね。もう何としてもここで食い止めような。な。頑張れよ、ゲル。頑張ってな。いや、だから石破総理もですね、これね、よくさっきの動画でも言ったんだけれども、もう日本には時間がないんだって叫んだでしょこういう事態なんですよ。 これを分かった上で今回の選挙を戦わな,ないとやばいと思うよ。アホの野党に政権なんか奪われたら大変なことになるからね。ちょっと頑張ってくれよ自民党。頼ますね。ということで熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。